お時間いただきます。先生、今日はお掃除に来ました。優香がそろそろシャーレの部屋が散らかる頃かなとつぶやいていたので、優香に先生が怒られる前にお掃除をしてあげます。優香は怒ると怖いですからね。アリスが優香から先生を守ってあげます。それにしてもお掃除はメイドのメインスキルのはずなのに、ネル先輩じゃなくて優香がお掃除するんですね。あれ、そもそもネル先輩がお掃除をしているところを見たことがないような。お掃除の他にもお料理やお洗濯をしているところも見たことがないですね。あれれ、先生はネル先輩がメイドしているところを見たことはありますか？ブルーアーカイブ。